待ちに待った夏休みだ、無駄になんかできない、そう毎日楽しく過ごすんだ、何をしようかな。こんなのはロケット旅行、ミイラと対決、のぼろよエペルト、真珠の動物発見だ、猿をお風呂に入れよう、オーナミサーフィン、ナノボト作ろう、フランケンの脳みそミッケ、ここにあるぞ、ドドドリ探し、ペンキを塗ってお姉ちゃんにいたずら、ジーニアほらね、やることたくさんあるだろう、新学期の前にフェリーボーイ、さあみんなもフィニアスとファームについて